3番目、半間家の本家の半間養先生です。男の正当な縄張りの仕事というのはあるわけですね。3分目ですね。で、縄張りというのはね、正当にやっぱり仕事ですから死んだりすることもあるわけですね。それは大変なし、ね、戦いでね、負ければ死ぬこともあるんですね。ただそういう戦いの仕事って知ってますかということですね、皆さんの方ね。まあ、私はビジコングループの創業者で大会社も創設名誉会長ですけども、縄張りっていうのはあるんですね。で、今その縄張りの仕事、瀬戸な縄張りの仕事っていうのはこう日夜私は戦わないと生きていけないわけですね。殺されるわけですね。負けたら殺されるわけです、ね、そういうのがあるということで、男じゃないとできないということですね。ライオンでも、ね、野生のオスですから ね、メスは違うんですね。人間界でも女の人には入れないこと、男がやる仕事がありましてね、これを今説明してるんですね。で、正当な戦いでね、相手も死ぬことはありますって、ね、これは殺し屋じゃないんですね。正当な戦い、縄張りっていうのがあるわけです。これを皆様方知っていただきたい。男っていうのは伊達に仕事してないんですね。やっぱり生死っていうのはあるんです、ね、負けたら死ぬんです本当に、ね、だからそういう縄張りのね、正当な縄張りの仕事っていうのはいくつも持ってるわけですね。で、それが取り仕切れることによって、ね、本当の財産金持ちだったりとかね。で、私の方は本家じいさんも億万長者ですからね、その後を継いでるわけなんですけども、今回まだ縄張り争いにはなってませんね。縄張り争いとしてなるかね、ということで、今政府に私が貸してる土地のね、値上げを交渉してますね。政府の困るわけです、予算ないんでね。縄張りされたら政府も生きていけないと、ね、一人だろうと、個人のが貸してるもんだろうとね、ということでね、現在私の方は駐車場を貸してまして、1台につき5000円の相場、ね、駐車場1台の貸しについて5分の1でいいですよと、1000円で1台1000円で貸していいですよって。それでもまあちょっと値上げしたわけですね。もで、契約が10年契約になったんで、あと9年後なんですけど、もしその時に1台1000円の家賃支払いが月ですね、ない場合、契約を取ってくれなければ、駐車場の貸すことを私はいたしませんと、契約しませんよと、今、役所に提示して、まあ、揉めないようにしてですね、5分の1に落としてあげてね。だけども少し値上げをしたわけですね。で、また一等地でありながら、場合によっては1万5000円ぐらいで貸していいのを1000円ですから、まあ基本的には5000円ぐらいでしょうけどね。で、その5分の1でね、ということなんですけれども、今役所もだからこれは戦いが必要なのかということでね、お互い今バチバチしてるわけです、私とね、役所とね。で、今その、政府役所ですね、のバチバチでね、今仕事を正当な縄張りで戦いをするかしないか、裁判とかいうのは全然聞かないですからね、裁判部門は役所ですからね、裁判所まで戦わないといけない、裁判所は味方にならないわけですね、政府ですからね。だから個人と個人の貸しね、マンション貸しててね、出ていかないって言ったらね、ね、まあ、警察は来ないけどもね、個人だからね、助けてくんないけども追い出すようなことをするしていいわけですよね。で、これで例えばね、あまり役所がガーガー言ってきて縄張りや争うようなことをするとね、ね、1台5000円とか1000円で貸して値上げだから、だけども1000円だけなんだからね、正当だからって言ってガーガー
言ってくるんだったら、ね、これはね、5000円取りますね、1台。あんまり言うんだったら、ね、ガチガチ縄張り争いをしようとするんだったら、今度は5000円にしますよと。ね、あの、10年契約なんで、あと9年ありますからね。それまでに時間を取ってるわけですね。ただ政府がその駐車場なかったら、ね、仕事できなくなっちゃうね。そういう、私が持ってる土地というのはそういう力を持ってます。仕事できなくなるわけです、政府としては。駐車場なくなると。そこにね、貸してる。ただそういう権限があるわけですね。そういう力の強さがあるわけですね、縄張りとね。自分の所有ですから、自分名義の土地でありますからね。で、喧嘩をしない、縄張り争いをしない、ね。で、正当な理由で申請をしているというね。で、しかしそれでも嫌だと言ってくるわけですね、正当な申請でもね、役所はね。ね。その場合は、揉め事になるから、ね。まず、嫌だろうけども、指定の1000円は1台についてもらいましょうと。もし知らなかったら貸さないよと。それでも文句言ってくれたら、貸さないでいますよと。ね。ということに立ち退いてくださいと。ね、仕事できなくとか、そんなのも知りませんよ、そんなのは。私の土地なんですから。ということなんですね。自分の方で利用しますから。ね。というふうにするわけですね。それでもガチャガチャ言って、来て揉めようとするんだったら、そんなガチャガチャ揉めるようなこと嫌なんで、5000じゃなくて5000になってしまいますよって、正規の値段になっちゃいますよ、駐車場のね、ね、というふうに今度叩かないといけなくなっちゃうんです ね。これが縄張り争いなわけですね。で、政府がないと困るから無断で契約もしてないのに